桐生の町並みです。消防署ができました。この通りは恵比寿港に、恵比寿港が西宮神社の恵比寿港の方の通りです。左にあるのは桐生工業高校。私が犬の散歩をしていて、このガードレールの中に半分体が落ちました。犬が引っ張ってびっくりしてガードレールの下に落ちました。ここは北幼稚園ですね。左に曲がると森産業があります。ここはお寺さんです。北小学校です。今は閉鎖されて使われておりません。ここが西宮神社恵比寿港、ここの神社で行います。11月19日20日はすごく混みます。ここら辺も人がたくさんで、たくさん出てにぎわいます。駐車場の確保にすごく大変です。右に曲がると霧ヶ丘公園といって動物園と遊園地があります。ここは野球などで有名な桐生第一高校です。右側は西中学校かな。ここは山手通りと言います。もう少し先に行くと右側に錦流駅があります。上田の錦流駅です。よく撮影などで使われます。今いますね、車両が。左側にあるお弁当屋さんは結構繁盛しております。宅建からいろんな方が見られます。